崎は今ホロライブのトップだからって言われて、ああ、いやでもみんな一番なんだよなって思いながらも、でもそれでもなんかこう、なんていうんですかね、それに負けないような数字に負けたくないなっていうのが、そうすごくて、いやそんなん関係ねえよバカ野郎っていう、楽しんだもの勝ちだろこれ、このアイドルはよっていう。みんな本当にいつも応援ありがとうございます。わため今なんと初めてのオリジナル曲を制作中です。夢の一つだった初めてのオリジナル曲、今作っております。随時報告していくので、ぜひたくさん聴いてもらえたらなと思います。でもね、そういう風におかゆにお話ししたら、おかゆにみおちゃんは、みおちゃんは味噌汁なんだよって言われて、他のホロライブの子が豚の生姜焼きとかカレーとか味が濃い食べ物だったとしたら、みおちゃんは味はそんなに濃くないけど、たまに飲むとやっぱり安心するなっていう存在で、いたらいいんじゃないかなって。ナンバーワンじゃない人も別に全然いいんです。ナンバーワンじゃない人も2番目でも3番目でも遊びに来てコメント残してくれて、高評価を打ち替えてチャンネル登録してくれて見てくれてるんだったら、もうねそれで全然いいです。ありがとう。だからうちはこれから美味しいお味噌汁になれるように頑張っていきたいなって思います。たまに味噌汁でいいのかなって不安になるけど、ミオファのみんなには毎日お味噌汁ばっかりになっちゃうけど、自分らしくまた走るから、すごい速いペースじゃないかもしれないし、一番になれないかもしれないけど走るから、今持ってくれたら嬉しいなって思う。あかん、泣いてしまう。泣きそう。そんなことないよ。誰かラーメン食べてる、ちげえよ、ラーメン食べてるわけないから。違う、泣いてるんだよ。ラーメンじゃない。ラーメンじゃないぞ。本当によかった、なんかホロライブに入れてよかったなって本当に思えるライブを見させていただいたなって思いました。トワ様はもう感無量でございます。いやもうね、あのね、もう夢をすごい見させてもらったなと思いましたよ。本当にありがとうございます。あ、やらかしも知ってるけど膨大な努力も知ってるで、どないやれたら泣いちゃうよ。ありがとう。そういうキャラにはならないようにしてんだから。そう、でもいや、みんなそれぞれね、いいとこしかない、こんなグループでそんな気にする必要ないじゃんっていう、みんな仲間だし、みんな同じアイドルなんだから競う必要とか全くないし、うん、みんな仲間なんだから